赤大お待たせしましたはい始まってしまいました。さあ今回も三郎さんということで、高校の三郎さんはですね、はい、錦糸町にある麺屋三郎さんでございます。はい、徒歩5分ということで、三郎企画の第2弾でございますね。別三郎、別三郎です。別三郎ですよね。まあ、錦糸町といえば以前ね、あのパスタの二郎系を紹介させていただいた麺屋トリガさんがはいはい、あのトリガさんも行ってるよということで情報をもらっているおすすめの二郎店舗でございます。はい、ということで、初見会見ていきましょう。基本メニューなど8種類ございますね。ラーメン、豚麺、タンメン、初代中華そば、南中華そば、混ぜそば、カレーラーメンやカレーライスなどなどもありますけども、はい、まあこの中で二郎系なのはサブローラーメンと豚麺、あとまあ微妙にタンメンもということで、タンメンもなんだ、タンメンもさっぱり、二郎系みたいですね。油とかはないけど、で今回は 460g の特盛を選択です。はい、こちらが豚麺特盛の1300円ということで、これだもうマシマシってことでね、これは食券を提出した時に言ってください。はい、マシまでしか書いてないんだけど、マシマシも、まあ、一応はできるということで確認してください。はい、で豚麺にするとですね、もう6枚も豚が入っちゃってるということで、ありがとうございますね。で二郎系以外のメニュー、こんな初代中華そばこんな感じでございます。全部レベルなかなかのこってり具合の、全て美味しくいただけるというメニュー。はい、さあ豚からいきますが、1枚1枚は意外と薄豚なんですけども、こう癖のないですね、この、味わいが僕は好きな豚でございました。一気に3枚もいっちゃいました。いきましたね。そして上部の野菜油、これ油がですね、スープの方にもじゃんじゃん入ってまして、ああ、そうなんだ。野菜の上にもじゃんじゃんかけてくれるんでね、ほうほうほう、マシマシ度は高いというのと、食感の野菜ですね、これね、ちょっとねサクッと系でもあるという、うん、いいもやしでございます。いいもやし、いいもやしでございます。あ、ほんとだ、油が、そうそうそう浮いてますよね。ただこれね、醤油感の強さよりもね、うまみが強めの洗練汁です。めっちゃいいじゃないですか。ほのかな背脂の甘みも加わってね、ちょっと飲みすぎちゃうよというのがね、単体でね、だいぶ、はい、この辺が伏線になっておりますね。あのね、ご覧くださいね、麺ですか、見てください、この黄金色に輝いてますね、これね、超絶ツルツル、しかしごめん、湯気がすごいっすね。あ、湯気もすごいんですよ、熱々、非常にね、つやかな食感なんで、こう、麺類そのものの美味しさってなんだっけなというのを再度確認できるという、 あ、ここで、ここで最高じゃないですか。そう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 、だからまあいつもゴワゴワ麺を食べてるとね、たまにはやっぱりこういうツルツルシコシコも食べたくなってくるよというね、卵麺って感じですね。あ、まあまあそうね、うん、そこまで卵卵した卵麺じゃないかもしれないけども、卵卵した卵卵はそこまではしない。あ、そうですか。で、ニンニクはね、量的にはそこまで多くはございませんというのは普段の感覚でしょうか、はい、ね、結構こうガサッと入れてましたけど、なるほど、辛さもね、控えめというのもね、普段の錯覚でしょうかね、もしかしたら錯覚ばっかじゃん。いや、だってなんかもう、まひってんだよ、もう今日わかんなくなってんの。これ元だれも言ってない元だれ、まあしょっぱレベル 3.8 ですけど、これもね、普段の錯覚なのかな。じゃあ4とかで、いや、だね、今回はしょっぱさよりもね、はい、うまいんですよ、この返しが、はあ、本当に、はあ、だスープうまいって言いましたけども、うん、返しのこのすごいうまみがあるからこそのスープなんでしょうね、やっぱりね、はあ、うん、元だれがもう美味しかったんで、なるほどね、はい、これをね、原液をこうガーかけていくと、うん、まあ、そうめんをもともとのつゆでいただくようなあの濃さね、相当濃いよ、それ水で薄めるやつじゃん、それだって小学生もっとデブだった時やってましたけど、それ赤星のね、そうなんですよね、小学生の時に、はい、めちゃめちゃかけるね、しかも白黒胡椒も結構見過ごせなかった、これブレンドされてた胡椒かな、いきましてね、これね、粉末の香り豊かさ、そして粗挽きのスパイスの強さ、はい、ダブルデリシャス、ダブルデリシャスということで、はい、うまいうまい言ってるんで、ちょっと英語にもしてみました。はい、はあ、ところで、これ麺ね、はい、細いんですけども尋常じゃないツルツルさなんで、これ、はあ、箸で引き上げるときに結構こう握力を使うというか、あ、そうなんですか、細いのに、うん、で、油断するとこのつややかさバチーンと、もうムチみたいに麺跳ねるんでね、汁はねに注意してください。そんな油断してたんですかね、本当にバチンといっちゃうんで。あとスープもね、ごくっと飲んでおりますが、はい、ごっつぁんでございます。会員です。お、会員、このうまさを皆さんも分かってほしい。は
肝炎はすごいじゃないですか。ついつい飲んじゃうのは本当にスープが美味しいですよ。ということでマシマシレベル的には 87.2 ということで、まあ麺が細くてね、なんだろう、食べ応えよりも美味しさの方がちょっと上回ったかなというお店でございました。あ、いいじゃないですか。サブローさんということでね、まだ第2弾ですから、次の3弾またサブローです。サブローだからこそね、はい、やっぱ3で告知しやすいですねこれね。そうっすね、さあ行って次はまた別のサブローなんですか。別のサブローさんと、はい、たまたま名前が一緒っていう、そういくつあるのかという情報をね、はい、お届けするということで、次のサブローさんでまたお会いしましょう。ごちそうさま、はい、ブロー。Thank you.